お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、久しぶりに枯渇ですね。はい、枯渇で、まあ、一時ね、なんかラット枯渇みたいな呼ばれてたやつがあったんですけど、まあ、それはね、ちょっといじったというか、まあ、本当にそれとほぼ一緒なんですけど、まあね、今回それを、はい、使ってやっていきたいと思います。で、ですね、今回ね、枯渇なんだけど、まあ、ベビードラをね、ちょっと入れちゃうっていう、まあ、なんだろうな、もう、なんだろう、枯渇で、プリンセスアイスウィズっていうのをね、僕はまあやってたんですけど、プリンセスアイスウィズの、あとは、プリンスゴーストか。だから、前までは、フキアがプリンセスで、あと、ベビドラがゴーストだったんですけど、最近ラバーがあるじゃないですか。ラバー。ラバーはホバリング。そう、ホバリングが、もう、僕の前の方だと、どうにもできない。アイスウィズとプリンセスのホバリング、そう、それだったね。ホバリングがマジでどうにもできないっていうので、まあね、ホバリングに対抗するべく、まあ、ベビドラプラスの、まあ、フキアですね。フキアにしたのは、そうですね、プリンセスが前まではまあ三重心に対して結構、まあ、活躍を見せていたんですよね。ガゴムレとか、まあそういう細かいのに対してすごい活躍してたんですけど、今、三重心がもうほぼ全滅し、プリンセスの輝くところがあんまりなくなったと僕の中で思ってるんですよね。なんで、まあそのプリンを、まあ売買して、まあスケラにも強くね、フキアにしまして。ですね。で、賞味この前のこの前の方のこれも、スペルがトルネウッドだったんで、まあ三重心がね、ちょっときつかったんですけど、まあぶっ壊れカードが売買なったんでね、もう僕からしたらこれ嬉しいですね。このデッキはもう三重子が来ないんで、まあ、普通に、まあ、エリポンはただ壊せないんですけどね、まあ、普通にジャイ、ゴレとかペッカとか、そう、最近、ね、ペッカがめちゃくちゃ多いんですよ。このペッカとか迫撃とか、この辺に対してはほぼほぼ勝てるんで、なんでね、ちょいと今日はグラツリーマ92っていうこの奇跡ですよ。92、こっから3連勝かな。ちょいとやっていきたいと思います。はい。なんで、まあ、ペッカが来てくれると、まあ、美味しいっちゃ美味しいですね。だけど、まあ、このデッキ、ウッドをもうロリババにしちゃったんで、ちょっと削れないんですよね。スペルがバレルトルネロリババで、削れないんですよ。やば。ちょっと待って。これ知ってます？おととしかな、世界大会の優勝者ですよ、セルジオ・ラモスって。今回のレッドブルメオっていう大会があったと思うんですけど、その大会はベスト8だったかな。なんかでも予選は無敗で突破したみたいなバケモンですね。そう、この人メガナイトホグとか、メガナイトとか好きなんですよね。よいしょ。いや、やば、初戦からバケモン来るやん。これやばい。これそう、プリンスの突進を入れるためにしっかりベビドラでターゲット取っていきます。オッケー。え、これもうこれで勝ったやん。知らんけど。やば。メガナイトラムライダー。なんか、面白いデッキ使ってますね。これだって入るくね？ぽい。ほら！いけよー、そこ。まあ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 。メガナイトラムライダー。ザップ。来い。ザップじゃないのか。ロリババなのかな。ロリババかな？ここでわかる。あー、ロリか。まあロリなんだけど、言うてこのデッキ、まあ吹き矢とか、まあ、ギャングとかもあるんで、まあ、相手がロリーババなら別にそんな気になんないですね。てか、ロリーババしか今いないから、枯渇がそんな見えないかもしんないんですけど、まあ、ロリーババ相手に勝たないとね、ちょっと今はやっていけないですね。なんで、まあ、フキアとかにロリーババ咲かせるか、まあ、プリンスギャングとかで攻めてね、やっていくのも結構いいと思いますね。まあ、こんな感じで、始まりフキアとかで、チクチクしたい。これちょっとやばいな。これ多分入るんですよね。おー、入んなかった。で、これ今相手回ってないんで、あれがね、ロリババが、ほらコウモリゴブリンか。回転が早めですね。で、まあ、こういうロリババでちょいとね、これ2発入るんで、放置だと、あー、まあ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 、ぼやしてくるよと。ベビー、これベビーがね、思った以上にいいっすよね。なんかお前枯渇にベビー入れるのみたいな感じなんだけど、それがね、意外といいんですよね。やばい、痛い。それ痛い。その感電が誰？これロリババ、咲いてくんない？さすがに。これちょっとね、外してくれると僕は思ってます。ほい。うわー、わかってるな。やばい。今のメガナイト系できるな。やばい。まあまあまあ、言うてね。
吐いて絶対しんどいから、これでラム来るかな。まあ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 。問題がこのポイズン削りか。ポイズン削りがちょいとやっちい。やっちいですね。まあでも、これ相手のラムは多分通んないんですよね。僕、硬いから防衛。なんだけど、今この押されてるのがポイズン削りによって押されてますね。これメガナイト来るでしょ。これ今相手ゴブリンが出すの僕分かってたんで、相手この送らしましたね。なんだけど、言うて守られちゃうんだよね。まあでもベビドラが、あっち向け、あっち向け、あっち向け。オッケー。で、さすがに入んない。さあ、セルジオ・ラモスさん。この人、勝ちたいな。これ勝ちたい。でこの吹き矢に絶対あれ来るから、あのポイズン、防衛硬いな、マジで硬い、通んないですね。これ同歳ゲームやってると良くないのかな。永遠に多分これゴブリンかコウモリであれかな。あー、なるほど。永遠にイモられちゃうんですよね。イモられるというか、僕の攻撃がそんな通んないから、ここでワンチャン逆サイ？いや、ダメだな。この吹き矢は、あー、なるほど。これ、まあ、ベビドラ出すでしょ？さすがに。まあまあまあ。で、このユーの一回無視して、そう、これ、どう攻めるかなんですよね、これ。こういうところで、使わせて、プリンスバレル。ワンチャンあるくない？ほら、ワンチャンあるよね。てか、これプリンスが。え、ゴブリン。で、もう一回プリンスを僕は回したいけど、多分回んないから、プリンスを裂かずに防衛したい、今回は。ここで、あー、なるほどね。けど、いい防衛。ちょっとね、もう集中してるんで、今回は静かで。あー、待って、最悪だ。あ、ふざけんな。ふざけんな、ふざけんな、やばい、待って、やばい、あ、終わった。マジ？初手バケモンクリアン。いやー、勝ちたかった、勝ちたかった。俺のグラチレが終わった。マジか。これはね、いやー、顔面天気、本当にこれな、これ相手のデッキ強そうだな、使ってみようかなちょっと待って、ここで9勝で終わっちゃうと僕することなくなっちゃうんですよね。だから一回マルティング、マルチ行くか、もう行っちゃいますか。勝てばいいですもんね。なんか神相性を引きたいですね、僕は。まあ言うてトラもそこまで今めちゃくちゃ上がってるわけじゃないんで、もうシャーなしマルチですね。本当はグラチャレを3勝か、まあ3戦か、そう、3戦で12勝したかったんですけど、ちょっと予定狂いましたね。フェイスコントロール。この人は、鬼枯渇っていう、ガゴムレ、スケブギャング、インフェ、バレル、プリンセス、ディガーの人ですね。僕、でき知ってるんで、これ、でも相手、スペルがないんですよね。ロリババとかしか。でも、ここでスケブがありますね。スケブ、多分スケブが来る。キング起動、OK。キング起動できたらでかい。で、端前プリンが、怖いんで、まあ、吹き矢出しつつ、で、ガゴムレにはビビドラでしょ？これワンチャンってか、普通に端前プリンなんですよね。こいつの削りしかない。ケツで来るかな？一回待ってケツで来るかもしんないけど、端前プリンがちょい厄介。アイスイーズで受ける。このギャングはな、どうしよう。ギャングで受けようか。一回ギャングで受けて。はいはいはい。まあ、これはね、どうだろう。こっちが事故らなければ、削られることはないんだけど、こっちも削りたいんで、どう攻めるか。なんすよね。まあ、プリンスからの、ベビドラからのトルネ、かな？多分。俺がベビドラ持ってるのは知らないから、この人。絶対これガゴメとか来る。と思ったんだけど、来なかった。え？あー、そのスケブで全部守れちゃうのか。このスケブ強いな。俺もそのスケブ欲しいな。やばい。
これ多分リガー読んでくるかな。あぶない。ほい。ほい。これ。これなんですよね。この枯渇の強いところ。なぜかアイスイズ。なぜかアイスイズ。アイスイズのおかげでジャイとかゴレとか、そこが止まっちゃうんですよね。で、プリンスマンで。で、これは、まあ、ロリーババ打つけど、やばい。さてはうまい。これ、危ない。これ今、始めプリンできないでしょ、でも。後ろから組む。でも、後ろからゴリゴリ形組んでもいいまであるよな。で、これ、ビビドラ合わせる。で、吹き矢でインフェ処理する。やっと処理できないや。嘘ついた。これ、でも、ディガー受け。いやー、突破したい。突破したいんだけど、突破の仕方がわかんない、これ。何そこのプリンの位置。おしゃれだな。どうしようかな。どう突破するのがいいんだろう。でも、相手もこれ削れないから、正直僕のタワーをね。吹き矢出して、OK。まあ、これ丁寧にいきます。丁寧に防衛していく。で、ここの相手防衛苦しくね。ウッドサイター。でもあれだ。スケブで全部守れちゃうんですよね。今。バレル飛ばしても。普通に完封されちゃうんで、一回ここ飛ばさないですね。で、これ我慢して、このプリンスにスケブ裂くから、で、これトルネであれしたい。スケブ。ウッディの、あれですね、回転が早い。さては、これ引き分け説出てきましたね。これ引き分け濃厚ですね。やばい。なんか最近、動画内での引き分けが多くなっている。まあまあまあ、キング起動してるから、こっちからしたら、結構、立ち回りやすいんですよね。なるほど。さあ、ウッディ、サイター、いいよ。で、これで、待って、プリン。え、俺のバレル全部いった。さて、やばい。始めプリンはでもできない。まあでもこれ、ベビードラプラスのアイスウィズあるんで、このガゴムレとかも、本当はプリンセスだけとかだったら結構やばいんですけど。あ、待って、ミスった。ミス。やった。ふぅ。よし。さてはやばいっす。いや、待って、これ、入る。おいしい。やばい。相手やば。さすがにやばくない？一個全部。え？お前やばい。やばいって。危ない。で、これまあ、ロリーババー。相手うまいっすね。これでバレル飛ばすと、でも、スケブ待ってるか。分かってますね。こっちがバレル飛ばすの分かってるんで、ここでまあ、バレル飛ばして。よいしょ。おいしい。これ、さてはチャンス来た。これも攻め取りにします。プチー。残りすぎみんな。みんな残りすぎ。かすってるやん。思いっきりかすってるやん。かすってる。これでもね、ある。マジある。奥に飛ばして、やば。危な。いや、いいよ。お互い。これ、さて、ディガーが。ここでディガー削りか。あと20秒。全然ある。マジある。神様。オッケー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 。あら、やばい、待って。このデッキの弱点来た。ここでこれ始めプリ分かってる。よし、待って、引き分けですねこれ。さすがにこれ削れないな。いやー、そんなことある。まあ、そうですね。最近もうロリババしかいないから、マジでロリババしかいないから、結構使ってて引き分けが多くなるかもしんないんですよね。まあ、しょうがないかな、それも。しょうがない気がする。で、なんかプリンスゴーストの前の方とかもしたんですけど、なんかね、やっぱ最近ベビドラが相手にしていてすごい多い。だからラバのその、なんか対空3枚が多いんですよね。なんだろ、ロイジャイだったら、まあ、エリキだけど、ベビドラメガゴの、
とか、まあ、ビビドラメガゴ、まあ、大変に今いいのあとラバだったら、まあ、そのドラドラメガゴかドラドラホバリングかドラメガゴホバリングみたいな対空がすごい多いんで、まあ、そこに対して、まあ、アイスイズフキアだけとかアイスイズプリンだけだと結構きつかったんですよね。やばこの人初手そんなに攻める、やばい、やったわ、トルネしとけばよかった、後悔だけど今ザップだったから、この人オッケー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 、稼ぎ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 、ホグアイゴルホグザップ出た、これメガナイトだ、絶対メガナイトですから、メガナイト、えマジでメガナイトだよこの相手のデッキ、本当に本当にこれガチの方で、ガチの方でこれワンチャン足前メガネと来るもん、もう分かってるよこれ、絶対足前メガネとでしょ、ほら、おーメガネと流行りかよ、流行りかよっていうぐらいいますね、てかやばいギャング出すの遅かった、あーおいしい、ごめんねトレネードありました僕、オッケー、あーフキア誘拐されたけど、まあねこれはいけそうですね、相手ザップなんで、ザップなんでドヤ顔をかましていきましょう、相手ザップゴブリンだから、まあゴブリンでバレルをちょっと抑えられるんですけど、あ待って奥にやった、やばいこれやばい、普通にゴブリンのせいで完封される、いやザップ、おおやばこれあれですよ、読んでましたから僕実はね、実は読んでましたから今の、よいしょ、おーちゃんとちゃんとアイスイズ殴って、でこれアイスイズフキアでいい、あーまあポイズンしょうがないですね、でこれまあギャング飛ばして、これもう読んでましたからこれ、実はトルネを気持ち我慢、いや我慢する必要もなかったけどな、あいやこのコウモリ厄介ですね、けどオッケー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 だけど結構やばい、結構やばい、ポイズン削りとかがちょいと痛い、これちょっとロリババで、おいしょオッケーオッケーオッケー、おいしいおいしい、でこれプリンスで受けるでしょ、インディー来るかな、何が来るかな、これだってもう別にこれもビビドルで抑える、オッケーオッケーオッケー、ハードカウンター、ハードカウンタータイム、キアギャングでまだですね、バレルを飛ばすのはまだ遅れて飛ばしていく、そうすると相手はこれもう苦しい、はいはい、まあ、ユニットでまず攻めるところからですね、まあ、あとさすがにこれはもう守って勝ちかな、カモンカモン、はい、もうトリネもありますし、トリネもいらないけどな、まあ、一応しておきますか、はい勝ち、おいしいグッティ、いやマジでビビドラっすよ時代はビビドラ、ビビドラですね、もうプリンセスはもうあれです、お別れですね、はいよーし、まあそんな感じですかね、ちょいグラチャでしょっぱな負けたんすけど、まあまあそのこの人すごい人だからしゃーなしですね、はい、しゃーなしです、これ本当にすごい人なんで、はい、まあというわけで、まあこの枯渇、まあ削りがないからね、削りにくいかもしんないんですけど、まあ、結構ユニットで攻めてあげたりすれば、まあ、最悪引き分けで、はい、結構いいと思うんでね、ぜひぜひ使ってみてください、というわけで終わりにしたいと思います、よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします、ではお疲れ様でした。